マイクロソフト UI オートメーションは他のアプリケーションのユーザーインターフェース要素を識別して操作するためのアプリケーションプログラミングインターフェースである。ウィアはユーザーインターフェースのアクセシビリティの提供を目標としており、マイクロソフトアクティブアクセシビリティの後継である。また、グラフィカルユーザーインターフェースのテスト自動化を容易にし、多くのテスト自動化ツールが基礎にするエンジンでもある。 RPA ツールもビジネスプロセスで使われるアプリケーションの自動化に利用している。ウ i アのプロパティプロバイダーは Win32 とネットのプログラムもサポートする。ウ i アの最新仕様は Microsoft UI Automation Community Promise スペシフィケーションの一部となっている。Microsoft は Microsoft Windows プラットフォーム以外への移植はデザイン目標の一つであると主張しており、 ものにも移植された2005年にマイクロソフトはムゼフレームワークの後継としてウイヤをリリースしたマネージド UI オートメーション API はネットフレームワーク3.0の一部としてリリースされたネイティブ UI オートメーション API は Windows Vista と Windows Server 2008 SDK に含まれておりネットフレームワークと一緒にも配布されたウイヤは Windows Automation API 3.0の一部として Windows 7に同梱され、個別ダウンロードとして Windows XP、Windows Vista、Windows Server 2003、2008向けに提供された。無銭の光景として w e a では以下のことを目指している。w e a は当初 Windows Vista と Windows Server 2008で利用でき、その後 Windows XP と w Windows サーバー2003でもネットフレームワーク3.0の一部として利用可能となった。Windows 7等以降のすべての Windows バージョンに統合された。Windows プラットフォーム以外にはオリーブプロジェクトが WPF と UI オートメーションのサブセットを同梱した。ノベルによるモノアクセシビリティプロジェクトはモノフレームワークを対象としたウェアプロバイダーとクライアントの実装である。 加えて、このプロジェクトは、アクセシビリティツールキットフォーリナックスアシスティブテクノロジーズとの橋渡しとなっている。ノベルは、ウィア、ベースドアッツとの橋渡しを行うことで、ATK を実装するアプリケーションと関われるように、している。ありがとうございます。